ネタスヌーク、アニタネタスヌークサザーン、アニータネタスナックサザーン、1896年2月14日から1991年3月23日は、多くの初開挙を成し遂げた先駆的な操縦士。アイオワ州初の女性操縦士、バージニアノに入学を許可された、最初の女性生徒、女性パイロットとして、航空ビジネスを行い、商業飛行機を運航した。 最初の女性である。分けても、スヌークの名前は、謎の失踪を遂げたアメリア・イアハートの名前と昔から、強く結びついてきた。イアハートの最初の飛行教官としてスヌークは、自伝、愛、トーット・ミリオットをフライに、彼女の名声の本質を的確に捉えている。友人たちからは、スヌーキーと呼ばれた。1896年2月14日、イリノイ州。 マウントカロル生まれ、幼い頃から機械に興味を示し、父親の自動車によって、さらに関心を深めたという。4歳の時、父親の膝に乗って、スタンデースチーマーを運転、イリノイの街農家を走り回っている。成長すると、父親から車の内部構造を教わった。フランシス・シマー、現在のシマーカレッジを1912年に卒業。1915年、一家が、 アイオワ州エイムズに移住、やがてアイオワ州立大学に通い、機械製図、来年期間農業用機械修理の特別コースを履修した。その頃、最初の飛行する機械が登場し、彼女は興奮して、エアロプレーン、飛行機のことを当時の人々はそう呼んだに関する書物を読みあり、飛行機操縦への願望は、ますます強まっていく。大学2年生の時、バージニア州、 ニューポートニューズにあったに志願したが、入学を拒否される。送り返された志願書には、女性は、許可できないとのスタンプが押されていた。翌1917年、アイオワ州のダベンポート飛行学校の広告を見ると、地元に帰り、初の女性操縦訓練生の一人として入学する。同行の入学者は、地元アイオワ州のほか、ミズーリ、テキサス、ウィスコンシン、イリノイ、 カリフォルニアなど国内各州に加えて、オーストラリアからも受け入れていた。まだ開校したばかりで、練習機もなく、学生たちはまず木材と麻布で服用機を自作する。在校生たちは、カーリーというあだ名をつけてからかったという。1917年7月21日に初飛行を体験。その後、同校の校長が墜落死し,して学校が閉鎖されると、 飛行時間わずか100分間では操縦資格を得ることができないことから転校先を探し、1917年、一旦は入学を認めなかったグレンカーティス飛行学校に入学、他の訓練を受け免許を取得した。スパイに操縦訓練を与えることを恐れた政府は1917年12月、海外から学生を受け入れるカーティスに学校の閉鎖を命じる。そこでカーティスは、 フロリダ州マイアミへ移転して、飛行学校を再開、同行して、多くの時間を空で過ごすスヌークだったが、1918年、教官免許を取る寸前に政府が、国内の民間飛行を禁止、大戦が終結するまで空を飛べなくなってしまう。実家のあるエームズに帰った彼女に、イギリス陸軍航空隊より、ニューヨーク州エルマイラで、納品管理の職に就くよう要請が届く。 ごく限られた期間ではあったものの、機械いじりの腕を見込まれて、ヨーロッパ戦線へ向かう、航空機の部品とエンジンの検査と試験に行った。破損したカナックを購入、地元エームズに船で輸送すると裏庭で2年をかけて、修理した。1920年、そのカナックで牧場の近くを単独飛行し、操縦士免許を取得している。その直後、と、国際航空連盟に入会。 カナックに乗り、ミッドウェスト地域全体で、アクロバット飛行と飛行連を提供しており、彼女は教官に採用するように掛け合っている。キナーの本業は、航空機エンジンの設計と製造であり、航空機の整備に詳しいスヌークの経歴を買って、雇い入れた。契約の内容は飛行場の管理から始まり、キナーの製造する機体のテスト飛行、航空広告の操縦を担当するなら、 彼女の名義で航空訓練を行えるという、アメリカ発の航空ビジネスを始めた女性は、こうして生まれたのである。使用期間の後、商業飛行機を運航する最初の女性となった。1921年1月3日、父親に従って飛行場に来ていたアメリア・ヤハートは、スヌークに尋ねた。私、飛びたいんです。飛び方を教えてくれませんか イヤハートとその両親は操縦を教えてもらうなら同性の操縦士しか考えられないという意見で一致していた。料金は空中での1分ごとに1ドルとし、で支払う契約で、スヌークはイヤハートに飛び方を教え始める。だが教官と生徒という関係を超え、二人は友人になる。空中での最初の5時間は報酬を受け取ったスヌーク、だがイヤハートがを購入してからは、 続く15時間を全くの無報酬で教えた。最初、イヤハートは教え子として最高の飛行機乗りではなかった。離陸の際、ユーカリの林を飛び越えようとして失速した時、スヌークは思ったという。ひょっとしたら彼女の能力を見誤ったかもしれない。しかし、友情のおかげで、二人はこの最初の墜落をすぐに忘れると、一年にわたって共に飛んだ。 スヌークはイヤハート一家と親しくなり、その家で多くの時間を過ごしている。1921年2月、スヌークはで男性の航空レースに初の女性として出場する。最終順位は5位になり、メディアは次のように彼女の言葉を伝えた。私は冷静に大胆に観客にスリルを味わわせるようになって、世界中の どの男性飛行士にも引けを取らない存在として認められるよう頑張ります。1922年25歳でビルサウザンと結婚、妊娠して飛ぶことを止めると飛行学校のビジネスを売却した。引退後のスヌークの消息は不明だったが、1937年にイヤハートが消息を絶った有名な飛行の後、スヌークはパイロットとしての経歴を講演したり思い出を 発表したりした。その後、1974年に、自伝、愛とと、アメリアーフライを表している。1977年、チャールズ・リンドバーグの愛機スピリット・オブ・セントルイスのレプリカの操縦士として招待された際、スヌークは十数年ぶりに操縦官を握っている。1981年、アメリカ合衆国の最古んの女性操縦士として表彰される。 1991年3月23日、カリフォルニアの広大な牧場にある自宅で亡くなった、去年95歳。1917年の発言より、あの頃、空を目指した女性たちは、ほんのわずかだった。しかし、勇気と人類の飛行という経験に貢献したことによって、女性たちは名声を得たのである。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。